代表的なパムズ搭載艦であるホライズン計画艦。全艦艦にシルバー VLS 環境構造物上の登場構造物にインペハー多機能レーダーが設置されている。パムズはイギリス、フランス、イタリアが共同で開発した艦隊防空システム。多機能レーダーを中核として同時多目標光線能力を高めている。1980年代。 ナト o 加盟8カ国海軍は NFR-90 構想の下でフリーゲートの共同開発を開始した。このフリーゲートは区域防空ミサイルシステムを搭載する予定だったがアメリカ合衆国はセミアクティブレーダーホーミングを要望したのに対しイタリアとフランスはアクティブレーダーホーミングを施行しており1987年11月欧州独自のアスター艦隊空ミサイルシステムの 開発について合意した。その他にも各国の要求事項の際が顕在化し、最終的に NFR-90 計画は断念された。その後、イギリスとフランスは独自に磁気防空間の開発を進めていたが、1990年にはこれらは合流し、1993年にはイタリアも参加してホライズン計画が開始された。 この計画でも戦闘システムについてはかなりの議論がなされたが最終的にアスター艦隊空ミサイルが共通装備として採用された。そしてそのための武器システムとしてフランスとイタリアが開発してきたフセフを基本として開発されたのがパムズである。イギリスは1999年にはホライズン計画より脱退したもののパムズの開発には残留し8月には パムズのコンソーシアムであるユーラパムズとの間で、三国で20億ドル強の本格製法開発と初期生産の契約が締結された。このユーラパムズは、フランスとイタリアのユーロッサムとイギリスのユーカムズという2つのコンソーシアムの統合体である。もともと、フランスは1から2回りの距離内で超音速ミサイルや航空機を撃破するエリアミサイル防御を求めていた。 イタリアの要求事項もほぼ同様だが、早期警戒レーダーも追加された。これらの要求に基づいて開発を進めていたのがサンプ・ N であった。一方、イギリスはフォークランド紛争や湾岸戦争での戦訓を踏まえて広範囲に展開した機動部隊のエリア防空を重視してラムズを開発していた。パムズはこれらを一本化したものであったが、 特に多機能レーダーの機種選定は難航し、結局、フランス、イタリアとイギリスで異なる機種を使うことになった。また、これによって得た情報を入力する戦術情報処理装置についても意見が対立して、各国で異なるものを使用しており、実質的には艦隊空ミサイルシステムとインターフェースのみを共用化することになった。アスター艦対空ミサイルには、股間防空よび、 区域防空に用いられるアスター15と、より長射程で広域防空にも運用されるアスター30がある。いずれも、中間工程では、完成工法と環状多機能レーダーからのアップリンク指令誘導。終末工程では、アクティブレーダーホーミング誘導を行う。発射機としては、シルバー VLS が用いられる。イギリスが、ホライズン計画より離脱した原因の主な一つとなったのが、 多機能レーダーに対する要求における際である。これによって、パムズには使用する多機能レーダーに対応する2つのバージョンが生じた。パムズはフランス、イタリアによって運用され、多機能レーダーとしてインペハーを使用する。動作周波数は C バンド、アンテナはパッシブフェーズドアレイ方式。パムズはイギリスによって運用され、多機能レーダーとしてサンプソンを使用する。 動作周波数は S バンド、アンテナはアクティブフェーズドアレイ方式。いずれの多機能レーダーも共通のインターフェースを使って PAMS に組み込まれる。イージスシステムのアンスパイマイナス1やナウスのアッパーなどが紙面固定型であるのに対し PAMS に組み込まれるインペハー、サンプソン p は共に回転式である。1046型レーダー現在の PAMS では 多機能レーダーの探知距離が比較的短いため、これを保管するために S1850M 長距離捜索レーダーが連接される。これは、ベーシステムズインスイート及びレ列車によって開発されたもので、ドイツ・オランダのナウスシステム搭載艦がアパー多機能レーダーを保管するために搭載するスマート L 広域捜索レーダーの派生型である。動作周波数は C1 度。 最大探知距離は 400km。ありがとうございます。